呪符は、道教の法術のための文字や符号を記した札、またはその記された文字や符号、一種のおまじないでもある。台湾、中国大陸の同教信者はこれを用いて、未来を占う。医療が発達していない時代には、符は、単純におまじない、お札の効果もあるが、医療や医学など様々な場面で使用された。呪符以外にも、ことほぎと印もあり、簡略して、 お札とも言われている。皇帝最も古い符は五竹神行図八回の書と言われている。関内に落葉郊外の山、官母は信光元年と年代が判明している最古の符である。また五竹神行図は東西南北中央の五つの山の形を示す五つの例図からなっているが、それぞれは春、夏、秋、冬土曜となっている。 水地体幹、秘書。段玉祭フレイヤ文集として広く用いられ、中国では戦国時代から東大まで使用されていた。二つの竹を割ることから始まった畜管のものであるに、段玉祭の説問開示中による。寝台で少しずつ廃れてきたが、信仰者たちは関係なしに無意識にも使用し続けた五感書で皇帝や 大乗老君が薬の一部として使用していたことが記載されている。道教が確立される以前から符というものは存在していたのである。大乗老君はまたの名を大乗老君という。中国において符を用いたとされているのは遥か大昔とされているが年代は確定されていない。また、霊符など同じ動きを持つものすべてを呪物の一種と捉えることとし、それは神ならず、 石であったり、竹焼きであったり、縄であったり、特定の魚などでもあったりする。例えば、日本の正月風景でおなじみの門松や、しめ縄飾りなども、これらの樹物の一種である。神社などで授かる、家内安全などのお札に至っては、霊符以外の何者でもない。霊符は、中国古代の経典高七思想に由来するものと、考えられている。この思想は、文字の通り、 天を山やを崇拝する、つまり、自然を尊ぶ考え方である。古代中国人の人々は大空に輝く太陽、月、星を仰ぎ、あるいは広大な山岳河川の姿を拝見し、風雨雷電の自然原料に驚きを恐れ、いつかそれらを深刻化して採取するようになったのである。また、道教の起源は、この経典高し地思想なあり、同時に、それが、道教における、 霊府の元ともなったということなのだ。実際に、道教の霊府を司祭に見てみると、その複雑な図形の中に、実月性を象徴していて、あるいは、山岳、河川、風雨、雷電などを意味するものが多く確認できたのだ。なお、霊府の最も早い文献上の記載は、五漢霊帝の講和年間の三国史に見られるものだ。ここでは、聴覚が始めた太平堂で、 レーフを使って病人を治したという記述があり、以後の逸話などでもあるレーフを作り、これを使って地上の鬼神の主になるよう人に授けたのである。人はこのレーフを使用して様々な病を治療し、百鬼を懲らしめ土地の神々を駆逐しました。しかし、後にうっかりそのレーフをなくしてしまい、彼に恨みを持っていた多くの鬼たちに殺されてしまった。このように使うばかりでなく、 保管もできていないと自分に恨みが返ってきてしまう。恐ろしいものとして有名である。さらに、日本での出土例では、呪符が記された期間としては、7世紀前半とされる大阪市、桑津遺跡のものが最も古いと考えられる。南北朝時代に記された銃、悪田章には、薬病が流行した時に使う呪符として、庶民将来子孫なりという七字を記したものが、 挙げられており、その由来は、ビンゴ国風土器であるというのである。木管と畜管は、最初に使われた紙に代用するものである。文字文化圏で確率は、早い段階であったが、いざ高骨文字で、歴史性や伝承録を記載しようとすると紙がないため、このような竹焼きに書いていた。なお、竹焼きが使われていたというのは街中には追いしげり。 確保が容易であったことが背景として存在し、また過去からの発掘の大元を調べていくと、陰の時代のものが大多数を占めていることがよくわかる。当時の最先端の書写道具としても有名である。札という鉱骨文字があり、この文字には竹と木を二つに割って、紐で貼り合わせたという意味があるということから陰代には確実に畜管と木管があったとされている。もともと鉱骨文字は、 神のお告げを占うおまじないとされていた。この甲骨文字自体が多く存在し、発掘されたことから、文字文化圏の一つとして、すぐに中国が上がることである。また、文字によって動物などを表したりする際の工夫に、至っては、文字の記号一つで少々する必要がある。例を挙げると、牛と羊の甲骨文字は、非常に似ていて、動物自体の体で、 表現するのは難しいため、角を利用し大きいものを牛に、小さいものを羊にと区別をするなど工夫をしている。蒸気で挙げている通り紙のお告げを知る占いとされている。それに対して、中国で今使われている漢字は、今から3000年余り前の中国で使われていた文字の直接の子孫にあたる。漢字は長い歴史の間に、外面的な姿こそ大きくして変化していくのである。 それが他でもなく書体の変化であるが、文字としてのシステムは、今の漢字も数千年前のそれと、基本的にはほとんど変わってはいないのだ。3000年以上も前に記録された文字を、書体の違いという次元だけで理解できる文字は、世界が広いといえども、漢字だけである。その意味では中国はまさに、文字の国と呼ぶことにふさわしい。また、過去から継承されている、文化遺産や、 現在の考古学による発掘の結果から見ていくと漢字自体は中国文学の陰の時代になってから使われていき陰の時代の遺跡などから文字と考えられるものがこれまでに数例発見されているしかし整然とした体系をもって使用されていて解読できる文章を表記し漢字は陰の晩期に使われていた甲骨文字が 現在の段階で最も古い文字と称されている。さらに、陰の時代では、亀の甲羅や牛の角を用いて占うのが主流だ。通常の竹は約21センチ幅1センチ程度のものですが、人間が一から作成しているためすべてが均等ではないことは確かである。出土しているものでは、 約22センチ幅1.2センチなどバラバラであり、また重要度を示していることが明らかで、さらにその材質の違いは書物としての重要度を反映していた。普通の木管はそのような形ではあったが、しかし特定の文章を書籍を書くときには内容によって異なった形や長さの木が使われていた。例えば皇帝の小直は尺一管。 すなわち一尺一寸の漢に書かれていたし、儒学の経典では書物の価値に応じてどのくらいの長さの漢が使われるのかが厳密に定められていた。漢時代の木漢のうちで最も長いのは二尺四寸、あり、収益や春秋などの儒学で最も正当的とされる継承はその長さの漢に書かれていたとされている。 実際にシルクロード地帯から儀礼という経典が発見されたがサイズはこの通り同じだったのである。この規定に沿って考えていくと公共と論語は館内ではまだ儒学の中心に位置する経書として考えられていなかったのである。また普段よく目にかける名詞も木簡の文書に由来していた。それ以外にも木簡には実に様々な形状とサイズがあり、 例えば特殊な用途に使われる木管の一つに、劇器がある。それは緊急軍事文書であり、二尺の管が使われていた、劇には送り先へ大至急届けることが必要という意味を示すために、鳥の羽が使用されていたとも言う。今日本語で用いている、劇器を飛ばすというのはもともと戦争などの緊急事態に、際して気球を訴え、 警戒を呼びかける文章を各地に迅速に届けることを指したのである。名詞はもともとしまたは越といい木管の上に自分の生命や相手への要件などを書きつけたのが始まりだとされている。他者を訪問した時に、まず木管を差し出して相手に面会を求めることを差しを通ずと表現するのである。また、この考えが現代に残っていると考えると、 木管の一部に過ぎないと感じる。しかし、最初から木を加工して、札を作ろうする場合、木からは様々な形ができるため何もそんな幅の狭い札を作る必要はなく、最初からもっと広い何行でも書けるような板を作った方が、文字の記録にとってはるかに便利であることは間違いないだろう。だが、現実に発見される木簡のほとんどは、わざわざ狭い幅に切り取られていた。 その結果から木管は地のごとく木ではなく竹から作った札を模倣したものであり竹管の代用品としての役割を担っていたに違いないただし竹であろうがどちらも有機物に値するので亀の甲羅や動物の骨あるいは青銅器粘土板石などと違って地中で簡単に腐ってしまうのであるそのために古代に実際使われていた竹管や 木管の実物があまり発見されていない。このようにして木管には様々な形態とそれに応じた用途が存在していたのだが、しかしどんなに長い管を使用したとしても書ける文字数には聖剣があるのだ。そこで一本の木管では書ききれないほど長い文章では何本かの木管に書き、それを順番に並べて紐で張り合わせる方法が採用されたのである。これが 書物の最も古い形態を表していて、このようなものを、札書あるいは、作書というのだ。札は、上記でも述べた通り、木管を並べたもの形を文字にしたもので、これを台の上に乗せると、点という字になります。このようにして作られた書物は、一方の端から、くるくると巻いて保管されていたのである。これが、後世に書物を数える単位として使われる、変で、変に、 竹冠がついているのはもともと書物が畜冠でできていたことに由来している。ちなみに、編を用いることになったのはもう少し後の時代とされている。さらにまた、木冠や畜冠から紙の時代に入ると、くるくる巻いた書物を数える単位の一つとして、巻という言葉が用いられるようになった。この頃はあまり使われなくなってきた表現ですが、 ある書物を繰り返して読むことを異変三絶という表現方法が存在していた。この言葉も実はこのような書物の作り方から出現したものである。孔子は収益を読むのが大好きで何度も何度も繰り返して読んだために木管あるいは畜管を閉じてあった紐がしばしば切れたとも言うのである。これが後の異変三絶という古事聖語になり話は 孔子の電気である四季の孔子成果に見られる。また、ここで、意というものの存在が出てきたがこれは、なめし側のことを指しており、孔子が愛読していた液を普通の紐ではなく、丈夫な、なめし側で閉じていたとされている。それでも、意が切れたということなのでよほどよく読んでいたことが理解できる。ただしこれについてはあくまで伝説であるので、実際の発掘では、 めし川で閉じられた札書は、まだ一つも発見されていない。また、現在までに発見されている中国最古の畜管は、1953年に湖南省庁佐市の南に位置する行天湖に存在している。戦国時代の諏訪江の墓から発見されたものである。この墓は、過去に洞窟されていたため書物などは多く発見することは不可能だったが、 漢桶の多いの間から合計43枚の畜管が発見されたのである。さらに、この墓の周りには、ハマグリの貝殻を焼いて作った砂状のものが大量に一面に敷き詰められており、おそらくそれが防臭剤の役割を果たしていたので、畜管の状態は非常に良く、文字も消え、欠けているところはなく良好である。さらに、ご戸べい道時代の関連に似た木管が出土した。 例えば、平常系左京三条二棒の長屋大邸宅跡,跡と、左京二条二棒大邸宅の間から出土した、木管は縦 301mm、横 28mm、厚さ 4mm で、尺分を、上大木管資料修正に従って示すと、一行目、米ごと大豆一と小豆と焚き木二重束。二行目、もち米ごと捧げと端二国ごましと。 一行目ごブ油一と新小麦一石間質二号二行目と一とオビツ二号号十三種天平八年イコール三行目イコール十一月九日内心と記載されており木刊に記載されている通り天平八年イコール前後が中心的に発掘された米、もち米、大豆、小豆、ごま、新小麦などの穀物ごま油 高価な甘みである等といった食品から、炭や焚き木、器具の帯ツ、間筆に至っている、主に食前に関係した13種類の品々のなと、数量を列記している。この時代には欠かせないものの一部であることが理解できる。まるでごとべ道が書き集めたかのような木簡の内容であったため参考に載せてみました。符は主に道教で使用されていた。 道教とは中国で生まれた二つの偉大な哲学的、宗教的伝統の一つである。もう一つの宗教が、いわゆる儒教にあたる。両者は、大体紀元前六世紀、つまり、前500年頃から400年頃に確立したと言える。中国の三番目の偉大な宗教は、紀元直後に、インドから西洋を経由して伝来してきた仏教である。これら三つの宗教が一体になり、 2500年間近くにわたって中国人の生活や思想を形成してきた。また、道教が確立する以前から不そのものが存在していたともされているのだ。道教が確立された時に不が使用されたことから確立と同時にできたものとされている。道教とは簡単に言えば道教の道は自然の道を意味している。道教の進歩は自然の循環や 自然界の絶え間ない変化を偉大な宇宙の力の地上における苦年と見ている。漢字一字で様々な説明をすることができますが、道の一文字で宇宙の持続する道と捉えることができ、また、天音土地の循環を示すこともできる。このように、文字一つで道教の意味を確認することができる。道教では、言葉で言い表すことのできる道は、真の道、つまり、 工場普遍の道ではないというのだ。同志や書物の著者は道を指し示すことはできるが、各人の道は自分自身で見出さなければならないのである。よって自分自身で道を見出すための手法としての符であれば、見出した後の符を用いることでの原生利益を信者は望んでいる。さらに、霊符を題材とした物語も存在しています。中国の人々の間では、 霊譜というものは非常に身近なものであり、中国史大記書の一つとして、日本でも非常に人気のある三国志演技、水古伝、西遊記などの作品において霊譜が多数使われている。台湾南部と中国地域の共通性を調べたが、全く無関係で、もはや樹符や壁裸などのものは一切なく、北部の急流地域では多少あるのが見られる。だが、 アモイの西地域には、ジュフの復活が見られてきた。死が、東南アジアや台湾、中国でのジュフやフの地域について述べてある。4世紀初頭、中国北部が、東北、モンゴル、チベットを、はじめ、はるか北東から馬に乗って来襲する、様々な遊牧民族の信仰にさらされたため、南部に移住する、天使道の同士が少なくなかった。 戦争の影響などで北部から南部に移住してくる信者に対して、天使道の同士たちは人々を土着の古い信仰から、天使道に回収させるために組織的な運動を精力的に展開し、貴族の回収者を多数獲得することに成功し、神道を大幅に増やしていった。しかし、道教は脱皮していこうと心がけていて、また、南部では様々な宗教団体が出現し始めた。 その一つとして挙げられるのが、上新派で、上新派は364年から370年にかけて、陽正という道教の信徒である官僚が、一軍の新選から啓事を受けたのである。さらに、天使道の監修や儀礼を大幅に改めていき、道教を格好たるものに変化させていった。すなわち、道教の純粋な教義を解雇するため、瞑想と陰性の功用を強調していった。 一方の北部では、天使道が復活しつつあった。415年、安田賢治が大丈老君から招かれて、天使の位置を授けられるとともに道教を改革するよう命じられたと称し、天使道と道徳教との和合に着手したのだ。また、後戸米道の法の前まのような特定の習慣を、腐敗、堕落であり、こんなものが純粋な道といかなる関係があろうかと非難した。 あだ、ケンジの提唱した改革は、様々な人たちを魅了してその行為を獲得することに成功したのだ。大武帝は北魏における宗教的実践の全権限を、あだケンジに与えて、同教の国教化を促していき、その見返りに、大上郎君のこの世における代表であることを示す、印を、あだケンジから与えられた。その結果、同教は、中国の北部でも、 政治と文化に多大な影響を及ぼし続けることとなった。また、618年、新しい王朝が政権を握り、中国は再統一された。当時の支配的な教団の一つで和歌山派、つまり上新派で、東大に最も有名であった同志は、芝上帝である。芝上帝は皇帝の精神面の師になり、瞑想についての論文が同教の教典にもなっている。 道徳教は、当代には道教教典として重要視されていて、各家庭に一冊ずつ備えるように指示が施されていたほどである。瞑想と連単には非常に人気が集まり、老子の誕生日は休日になり、道教の教典が全国区に普及していきチベット、さらにはインドネシアにまで広がっていった。このような広がりを経て道教が確立していき、 祭祀の一つとして呪符が形成されたのである。中国全土では、信仰者は、符を用いて、自身が加護されていると安心感を抱いていた。まず、壁者といい外部から侵入する魔性を防ぐために、身体、固くあるいは村落にある、種の加工をしてまじない、魔よけなどをする。その第一類は、神仏の名号を印刷した札を入手して門戸に貼る、もので、 中国では同志に頼んでまで、天文のようなものを書いてもらって貼り、これを呪符と呼ぶ。また、地獄に陥れるためのものとして用いることもある。したがって、念を凝らして書き上げた、礼符を用いれば、様々な神を降臨させることができ、悪気をさばいていき、あやがし者を降らし、魔人を沈め、諸病を治療し、書斎を取り除くことができる。また、 霊婦を取り扱う注意に関してはよくお札や、お守りなどを気にせず床の上や机などに放り投げたり、普通に踏んだりする平気な人たちがいるが、このような人は持ち歩いたり、写実したりすることなど無用だ。さらに、所写した霊婦に限らず、霊的なものは、それが呪文であっても、あるいは書物であっても、りに他人に見せることはそのものが持つ、霊的パワーを損なうこととなり、 よくないこととされている。自分の書いた、礼符は人に見せないという原則のもと、信者はしっかり守っているそうだ。また、符によっては、中身の見えない内符とそれを包む外符の二つからなるものがある。この場合、外符は直に見ることができるが、内符は外符を破らない限り見えないようになっているのが、普通である。同郷の符で例えたが、 日本のお守りに至っても同じである。逆に所詮した、冷符を普段から身につける場合には、財運用などの冷符を財布に入れるような人もいるとは、思うがこれはあまり効果が期待できない。財布に入れておくことで、冷符そのものが汚れてしまったり、文字が薄くなってしまったりなど、あるいは、他人の目に触れることによって、汚れがついてしまう可能性が非常に高い。冷符の効能の期限は、 神社などで授与する神棚に祀るお札は、一年ごとに新しいものを受けて、古いものはお炊き上げするというのが一般的である。また、多数の霊蔵を取り扱っていた場合は天井などの梁などに結びつけているのがよく見かける。蒸気と同様に不要になった霊蔵の場合、水に流したり、火で燃やしたりするなどと定まっている霊蔵が存在するが、一般的に古くなったり、 汚れたり、破れたり、あるいは不要になった、霊府は、浄化で焼くか、清い山中等に埋める。また、焼いた後で清流に流すのは、非常に良いのである。その他の資料を拝見しても、霊府で、鬼神を、お招きし、真の道を達成し、国を保ち、民を安定させる。ものとして、偉大な力を持つことを強調しないものはない。霊府が、 道教の秘術中の秘術と捉えられてきたことがわかる。主に道教信者が使うことによって、周りにも影響したと考えられている。運や巡り合わせなどの考え方も一理あり、二つの肩を合わせて証明するお札。このことをワップとも言う。または簡略化して印のあるお札とも言う。証明するという意味を持っているので罪を問う時にも用いていた。 このことを免罪符などとも言うのである。また、呪符では、ただ占いを行うだけではなく追い払うなどの効果も期待できるのだ。札を火に大抵乗ることで最悪を防ぐ呪力というものが入っている符だ。同様の呪力があると信じられている、奇跡、宝石、動物の骨、爪などの類も一部ある。さらに、災難から逃れるためのお守りの類でもあるのだ。 東京信者は、比較的密教的であり、強制的な信仰をしないため徐々に広がっている。文化の違いや、宗教的価値観などもあるが、比較的道具を使い神や天帝など、存在してたのかすらわからないことを信仰しその文字を、使い現世利益を唱えていたとされている。現世利益だけではなく、人を呪ったり、ましてや陥れる。国家政治も変えてしまうほどの力を持っている。 このような多大なる力を持っている、負なので慎重に扱うことが重視されている。数え切れないほど、無数に存在している、霊負は、主に字の組み合わせで成り立っているもの、図のみで成り立っているもの、字と図の組み合わせで成り立っているものの3つに分けられる、ことができる。負は3種類に区分すると記載されており、また、別の負の紹介もある。以下、字負、図負。 アザズフの三つに区分することができる。前漢以前のフには、フヤク、フシン、チクシフ、トラフ、シフなどと呼ばれるものがある。例を挙げると、チンタクレイフが同教確立以前に使用されたとのことである。チンタクレイフは主に家内の安全を保つこと、また、そのために行われる祈り上の総称。アタケとも言う。人間が住む家屋及びその下の地域、土地などには、 様々な鬼神が満ちている。それらが人間の行う不適切な行動によって汚れ、観念されていた。なお、同教の同士たちも使用していた。悪影響を除くことを優先に行われていました。時代を重ねるに至って、同士たちは鎮宅霊符の技法を発展させ、合法学に貼るなどの技を編み出した。一般的には、カッの成長に貼られるのが見えている。霊符とは、 人間の力をはるかに超えたまか不思議な力を活用する手段の一つとして様々霊符が使用されていた。その中でも最も数多くの霊符を伝えてきたのは間違いなく中国の伝統的な宗教である道教である。道教で使用される霊符はどれもこれも一見奇妙な文字や図形が書かれた不可解なものに見えるが、しかしそれらの文字や図形には全て深淵な意味が、 存在している。霊府には、負の起源とされている、五竹新行図と参考内文などからわかるように、字、またはずあるいは両方が描かれているものがある。またそういった図には、見ただけで、はっきり意味のわかるものも存在するが、まるで意味不明の象徴的なものも少なくはない。そして、霊府は伝説に名を残す新鮮をはじめ、優れた同志たちに用いられてきた。 これらの霊符の貢献は実にあらたかで、天才から人災に至るまであらゆる災いを立つのは、もちろん、邪を払い、病魔すら退散させると言われている。いつまでも若々しく長生きしたいのは、誰しもが願う夢であるが、霊符はそれすらも叶えてしまう。また、国家の運命すら左右するほどだと言われている。このような絶大な力を持つとされる霊符だが、 単にコピーするだけではその霊言を発揮するわけではない。人が念を凝らして符を書き上げることによって天上の神々が人海に降りてきて、その力が符に乗り移ることによって初めて霊をあるものとなる。したがって神に念より強力に伝えるために多くの場合は呪文とセットになっている。例えば、蛇を払うためのものも山に入って修行をする際に身につけて、 災いから避難するもの、体内に宿っていると言われる神々に、不老成就の体を作ってもらうためのものも、天に輝く星の神々の力を借りて、物事を成し遂げるもの、人生全般に使用することができるオールマイティ的なものなど、霊府はどんな状況においてもそれにふさわしいものが存在していると言っても過言ではない。これほどの貢献があるとされるだけに、現在でも台湾、 香港、東南アジアに住む中国出身者たちの間では、霊符に対する信仰は根強く、地元では各種の霊符はもちろん、多くの霊符を収載した書物などが売買されて、同館に行けば同志が希望者に霊符を書いてくれることもしている。台湾などでは、祖先の霊を祀る場所でもある病にも、印刷されたものとはいえ、霊符が必ずと言っていいほど置かれている。これは、 誰でも自由に持ち帰って使用してもいいような設定になっています。このようなサービスで信者に現世利益などの効果を実際に体感させることで流行させて信者を増やすことが目的にあたる。神や天帝から授かった文字を使用しているとも一説ある。基本的には自分の明日くらい自分で変えてみせるという考え方を一変させ風を用いて変える考え方である。 簡単に説明するなら、現世利益を得る。嫌いな相手を殺傷させ、自分自身の最悪を取り除くといったような呪物である。要するに、霊符に描かれている文字は元来、天界の神々が使用するものではありますが、それが地上界にもたらされたものであると考えられる。例えば、天神は空に彩りなす雲の形状により、負を青空に描き出す。道を得得した。 優れた同志はこれを見て、真意を感じ取り、布を紙に書き留め、世の中へ伝える。あるいは天人が直接、求道する人々に、それを授けることもある。つまり、霊婦の始まりは神秘の展開から漏れ伝わったもので、地上界にもたらされた神々の指令であり、同時にそれは、天の威力を堅持し、神が求道者に与える、人通力の賜物であり、霊婦は、 天人の意向を伝える不信ということも言うことができる。また、霊フには、樹符の種類で挙げた通り3種類存在していて、それぞれに、たくさんの意味を持っている。さらに霊フで用いる文字にも様々な意味があり、この文字一つを間違えて、使うだけで、効果はなくなり意味がない。用具はいずれも霊フ書写という霊的作業に用いるのだから、品質は十分重視する必要がある。霊フは、 一定期間の再開の上で著者することが原則となっています。再開とは、心身の正常を保ち、禁忌を犯さないことである。同じような意味で、決裁という言葉があり、これも宗教的な儀式などの前、一定の間、酒や肉などを慎み、沐浴などをして、心身を正常にすること、再開沐浴などと呼ばれている。このようにして、心身を清めることで、 初めて紙に関応できることを熟知しておくことが必要だ。また、霊府は吉日を選んで書写することを推奨している。日本書記に載っている事実を牧場して吉日を選びてや演技式祝詞にある80日日はあれども今日の生まれ日のたる日にお見るまでもなく古くからことを行う際には吉日が選ばれる。これはもちろん霊府の場合も同様である。 府によっては、その特性、または、心霊との関連で、作成する日が厳密に規定されていて、例えば、五竹神行図は、東西南北中央の五つの山の形を示す、五つの霊図からなっているが、それぞれは春、夏、秋、等、土曜に書写する規定となっている。ちなみに、書写に適当な時間は、霊的なパワーが非常に高まるとされている、から、 牛国、つまり、真夜中の十二時頃から午前二時頃までが良いとされ、また書写もできるだけ、この時間帯を選ぶのが良いとされている。霊府はそれ相応な心構えをしなければならない。霊府は、神秘的な霊力を持つ、新聞引形の組み合わせからなるものであり、従って、それを書写するときは、一運筆といえども、おろそかにすることは許されない。たとえ一点、 一角であろうと、過不足があってはならないのである。霊符の力によって鬼などを駆逐できるのは、文字や図形などそれぞれに霊妙な意味があり、鬼神がそれを知っているかに他ならない。きちんと処者しなければ、退治することはできなくなり、また、自分自身に害を受けることになってしまう。以上の規則を守って処者しなければならない。原生利益のために使用したと述べている。白い紙。 または利益によって種類を変えていき、黄色の紙を用いて書く。また、赤い文字で書き記されているが赤字は人間の血である。人間の血を使用することによって効果は絶大的なものとなり、即効性を増す。また、受法の一つとしても人を落とし入れたり、殺したりするものにも使われていた。民族的に考えて、呪術とはいわゆる条文中の小道のことで、 具体的には、図素やまじないの術のことを表している。この小道を用いて、人を呪って殺傷したり、基地を境に、境を基地に転換するなど超自然的な貢献を得ようとする技法のことを呪術と言い、それを行う僧にや男巫女婦、主言者、恩苗志らを総称して、呪術者というのだ。首都はすなわち神へ対しての祈りを表していて、 広骨文字と同様の意味がある。さらに、呪文、呪物なくして行為を行うことはできず、この二つを用いて初めて成功する。よって、現世利益を叶えることができる。呪術の作法には、ありとあらゆるパターンが存在している。キルサス打つ叩くいるなどの国外を加えて、音化に類似の結界を生じさせようとしている。また、日本でも多く見られるものが多数あり、 一見変わった手法なども魅力の一つである。天検不法紙や布の鏡、木などに、レーフを書いて、門柱や室内に貼る。銅弾の四方や中庭にかけたり、染み毛量など出現する場所や器物の上に貼る場合もある。洗い脱ぐえ譜法をまず、紙に書いたレーフを焼いて、灰にするのだ。 その灰にしたものを体などに塗ることによって、自分自身に最悪が取り付かないようになるという効果である。どんぶく不法同郷では、霊腐を飲み込むことで病気を癒し、悪気邪気を追い払い、道を悟る場合があるのである。飲み込むことが目的である。排隊不法これは、腐を髪の毛に刺したり、錦の袋などに入れて、腰につけたりして携帯することを言うのだ。常に、 自分自身にまとわせておくことで、自身の最悪を消すことが可能。毎刀不法これは、毎度、投げ水不法ということで、霊蔵を土に埋めたり、下水などに投じたりする方法です。小山の中に、霊蔵を埋めるような場合には、風という言葉を用いたりすることもあるら埋めるものは、紙だけではなく、桃木とか、霧の木などの板や、金属片など様々なものを埋めている。直接不法。 霊婦を直接手や足の裏に書いたり、または体の病幹部に書写しますれ礼婦を刻んだ印を頭や足などに押す方法も一種。病気を治す、鬼、ママを駆逐す千仙人の修行の一環といった目的の達成に効果のある不法の一つ。紛き不法マイナス不を焼くことで貢献を得る方法だ。通常、道教では奇神をお招きする際には、まず、甲を焚いて、 のり刀を心の中で唱え、さらに符を滝き呪文を唱えることが多いのだ。夫婦にもハットが存在していてな方角や時間などの規定もある。この紛訳符法はかなりの熟練者ではないと使用することが危険なので、礼符自体の扱いになれるまでは使用をしない方が良さそうな符。その他の用法上記で挙げた不法よりもかなりマニアックなのが存在している。 例えば、霊符を2時間以上、水面に移した後、コップの水を飲む。これも病気を治す効果のある不法の一つでした。コップなどに符を書き、人髄を注いでそれを飲む方法。霊符を実際手に持ち、静かにして、気長に病人の体を刺する方法なども、有名な不法の一つ。古代日本には、温妙量があったため、日本を代表する呪符のものともいえ、 呪符が発掘されることがある。例えば、静岡県浜松市の伊梅石湿度から出土した呪符木管は縦 322mm、横 67mm、厚さ 4mm で、尺分を上大木管資料修正に従って示すと、1行目、100回マジナイフと土海線受け深し西海、棒、火、霊室三上、線火。二行目、線天工事かふさ豆腐助。 豪華、救助律令。三行目弓竜神、四行目一山竜救助律令。五行目一山竜。一行目犬。二行目犬救助律令。三行目犬。と記載されており、百回マジナイフを、とどの回、千寿世よで始まり、しつみ神や北斗星を意味する天候などの用語を用いつつ末尾に用いる救助律令の定携句がある。 年代については7世紀末から8世紀前用、8世紀後半から10世紀、中頃の説があって一致しない。上記で、と示した部分の具体的要素を示す図版は、発掘調査調査報告書で確認でき、尺文の別解は、奈良文化財研究所のデータベース、木管庫で確認できる。当該の木管と中国の省年で出土した、木管との関連を述べた論文もある。 樹譜木管については、奈良文化財研究所のデータベース、木管このメニューから、キーワードに何も入れず、項目検索内容樹譜をチェックして検索すると2020年1月、現在で、登録点数54,812件中、590件ほど、ヒットする。西洋では、悪魔や病気を防ぐために体に身につける、お守りとしてのアミュレットと金属、または、 石で作って所持するものを災難や病気から守るタリスマンガール。ありがとうございます。